日曜日近藤さん、来季への打開策は〇〇だ。と正論で草。ファンの声の代弁者。近藤さんの見解。中日の先発陣である柳谷高橋、涌井などは2桁敗戦が誕生してしまった。しかし、チーム防御率の 3.08 は、優勝した阪神に次いで2位である。そのため、フロント陣が投手たちにどのような査定をするのか注目だね。それによって、今後のビジョンが見えてくると思うよ。野手陣の査定で大幅アップは細川くらいだろ。投手の査定には重きを置いてほしい。柳の人柄を考えた時に、将来の監督候補としてドラゴンズに残れるような査定を提示してくれ。投手陣の粘り強さは高く評価すべき。観客動員数も大幅に増えたしな。今回の近藤さんはおとなしい表現だな。バンテリンが本拠地だから防御率が低くて当たり前という考え方は違うと思うな。選手の我慢強さの証。特に柳の処遇が投手陣の年俸の指標になる。勝敗の指標は時代遅れだろ。野手が打てば勝てる、打てないと負けるという他人任せの数字で投手を評価するのは厳しいぞ。フロントは考えてくれよ。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。